カルラ、この子は？エレン、男の子です。やっぱり便りは届いてなかったんですね。夫も心配してました。ああ、すまない。このまま死ぬまで続けるつもりですか？もうこんなことは。なぜ凡人は何もせず死ぬまで生きていられるかわかるか。まず想像力に乏しいからだ。その結果何も成し得ず、ただクソを垂らしただけの人生を恥じることもない。偉業を成し遂げること、いや理解することすら不可能だろう。そのわずかな切れ端すら手当たり次第男に愛想を振りまき酒をついで回るしか取り柄のないものなんぞには決して。特別じゃなきゃいけないんですか？私はそうは思いませんよ。少なくともこの子は偉大になんてならなくてもいい。人より優れていなくたって。だって見てくださいよ、こんなに可愛い。だからこの子はもう偉いんです。この世界に生まれてきてくれたんだから。お前は父親が願ったように自らの命を燃やし壁の外で燃え尽きるのだろう。私は何一つ変えることはできない。ただの傍観者だ。